めちゃくちゃ注目されている分野でございます。最近ですね、上場したエニカラー株式会社、実はこの会社はですね、二次三次という会社、二次三次という事業をやってる VTuber の事業をやってる会社なんですけど、なんとですね、ホリエモンチャンネル4年前に二次三次の代表とですねお話をしまして、あの頃はね、ほんとドベンチャー企業でどうやって稼ぐのかとか全然分かんなかったような時期にですね取材をさせていただきまして、まさかあそこからですね VTuber ブームが来て、もうVTuber で稼いでるの日本人ばっかりですけども、投げ銭、上位はですね VTuber が優先独占するっていうですね、そういった事態になっておりまして、東証グロースにですね本日、上場されてですね、もう値段つかずということでですね、上場時時価総額450億円ぐらいですかね、もうそれがですね倍以上になってもですね値がつかないっていうような状況がですね今進行しておりまして、めちゃくちゃ注目されている、分野でございます。業績もね非常に良くてですね、今期の決算営業利益37億ぐらいと予想されておりますけれども、非常に期待の銘柄なんじゃないかな、そういった株式取引とかの参考にしていただければな思っております。